2019年4月2日から4月16日まで12日間にわたって開催予定としております。また皆様にその期間中お見事に一枚一枚の行動で最後に、こう秋元さん、天野さん、小山さん、原さんの私もそうなんですけど亡くなりに描きました、一枚一枚大事な大事な思い出として、持っていたんですけども、その行動を見ているうちに一緒にやる展覧会としてはどのようなことをやろうかなといろいろこう悩んだんですけど、まあ、ご存じのようにね、皆さんお一人お一人が、自分の中の出版の監修の活躍になさっている方ですから、いわゆる通常の作品展というよりは、みんなで和気あいあい作るっていうのは、それまで漫画っていうのは一人でかかって、ね、悶々として悶々と書いてるのは、とにかくまあ、子供の変化は分かりますけども、こういう個性的な人たちもいっぱいいる中で絵の技術がものすごいうまいんです。やっぱ漫画描く人はストーリー作ったりとかそういう面もありますけど、アニメーターの場合はとにかく絵の技術でうまさと速さ、あと綺麗、これがすごい重要なのですごい勉強になります。なんか読みに行くとか結構気楽ですけど、なんかのんびり今回こういうところで出させてもらって、なので、本当に楽しもうと思います。メタビル、皆さんがメタビルじゃないので、私はグルメガーなんて、まあ、語り得て、ね、それを、皆さん楽しんでいただければと思います。あれ